エメロードは三菱自動車工業が製造、販売していた4ドアハードトップ型普通乗用車である。ギャランベースのハードトップボディを持つ姉妹車として、過去にはギャランシグマハードトップ、エテルナシグマハードトップが存在したが、エメロードはギャランベースの新たな派生車種にあたる。グリル一体型のマルチリフレクターヘッドライトを採用し局面を多用したボディデザイン、ギャラン。 エテルナと同じ3ナンバーボディ、1.8リットル、2.0リットル、DOHC2.0 リットルの全種 V6、エンジンをラインナップ。バブル機に設計されただけあり、豪華な内装、シートなど、高級セダンの名に恥じない仕上がりを持つ仕様となっている。トヨタカーリーナ ED ほど車高は、低くないが、やはりスタイリング重視で居住性は犠牲になっており、当時のユーザーには、 受け入れられず、価格的にも2.5リットルエンジン搭載の1クラス上のディアマンテがあったため、販売面では苦戦した。当初は国内専用モデルであったが、前日の通り販売不振から同じ左側、通行圏の香港、大王国、マレーシア、シンガポールへ向けられた。海外仕様でも日本仕様と同様となっていた。1995年に、 最終型が捜査用覆面パトカーとして国費で全国導入された。警視庁をはじめ大半が現役を退いたが、神奈川県警察など一部の県警察では未だに現役である。ありがとうございます。